山梨放送アナウンサーの森田恵美です。バッグに手帳カバー、実はこれ真っ白い印伝なんです。県が新たに開発した技術で、この初めて県産鹿革を使った真っ白い印伝が誕生したんです。可愛らしくないですか。この革のことを漆なしかというそうです。3月14日放送の全身山梨で詳しくお伝えしますので、ぜひ皆さんご覧ください。めっちゃ可愛いです。